ゃんありがとう。皆さんこんにちは。はい、ダイエット1日目でございます。今日からファスティングというダイエットをしていきたいと思います。昨日ですね、私はダイエットを始める前日12時まで、夜中12時までスナックを食べてました。はい、ちゃんと告白します。正直に伝えます。顔見ながらビスケットとか、あとチョコレートも食べてしまったんですよね。すごく幸せでした。そして、A cup of hot chocolate、 これ、はい、めっちゃ美味しいの、ホットチョコレートはい、隠しません、告白します。2杯飲みました、夜中に。はい、そういうことで今日の顔はぷっくりです。焼きたてパンです。はい、こういう私に私、今日からさよならします。みゆ頑張るからね。の動画でも説明したんですけど、インターミテントファスティングという方法は16時間何も食べない時間を作る必要があります。ということで、昨日の夜中の12時から数えて今日の16時、4時までは何も食べれない、この空白の時間を作りました。成功しました。ただいま5時でございます夕方5時でございまして、なんかめっちゃ空いてる。もうね、朝移さなかった理由は元気がなかったんですよ昨日の夜中までスナック食べていたんだけど、お腹ってすくもんですよね。お腹グーグーなっておりまして、元気がなかったので、ブログ撮影していなかったんだけど、もうこれから何でも食べれるっていうことで元気が出てきたので撮影開始しております。これからね、ちょっとお出かけします。スターバックスに寄って早速で、でその後にちょこっとスーパーマーケットに行って必要なものを買っていきたいと思います。で、このインターミテントファスティングのルールとしては、16時間の空白の時間、そして8時間は何でも食べれるっていう時間ですね。今日は8時間なんて食べちゃうとまた夜中までになってしまうので、今、まあ、5時過ぎなので7時か8時までに終わらせても、その後から、16時間を作ります。はい、ということで行ってきましょう。じゃあ来たら邪魔してばっかりね。むかちゃん、おはよう。むかちゃん、チュッチュッチュ、みんなにサービス。何キロ痩せたらこの顔が変わっていくんだろうと思います。もうぷっくりも、鏡見て一番最初に思うのが、パン焼きたてほやほやですよ。いかがですか、100円です。はい、スターバックスに行くメインのリーズンは We are going to buy coffee beans. Yes. That's why we are going to a Starbucks. OK, スタバに着きました。これから買ってきます。何にしようかな。 Well, I don't know. Let's see, let's see.これ欲しいの。これね、入れると色が変わるんだって。We can share. When I used to work at Starbucks, I used to like Guatemala. スマトラも美味しいよね。But I like Guatemala. It's like a little bit chocolatey flavor. スマトラもね、美味しいよ。重い感じで、土のなんか香りがするっていう。ケニアとかエチオピアのアフリカの飴はね、ちょっとフルーツっぽい。軽い感じで酸味があるから。おー、エスプレッソ。エスプレッソ is good for black coffee. The blonde one? Yeah. Hello. Do you have... No, we'll just take my stuff. Thank you. Do you have this drink? Mocha Light Frappuccino? Yeah, can do that. Thank you. Is it low calorie? compared to other drinks? No, it's amazing. We used to have a light base. Yeah. But it's been swapped out for... We've just got some of the light base because...The normal base just contains less sugar in it in general. And we can do it with skinny milk if you want. Okay, sounds nice. Thank you. What type of skinny milk? Medium size? Medium size, please. Yeah. Anything else I can get for you? Can I have a truffle that looks hot chocolate, please? We are out of the truffle chocolate. Ah, again. Yeah. we have the cream and the topping. Delicious. It's on the chocolate pan. I'm fine. Cream on the truffle. Ah, yes, please. Yeah.Thank you so much. 買いました。しかもクリーム付き。ダイエット1日目とか言いながらやばいねでもね、私がしてるファスティングは好きなものをね食べていいの。あれ、トールサイズって言った。 Did I say tall size? He said medium. Oh, he's a medium. グランデになってる。おっきいうわー、I made a mistake.
That's fine. Oh, no, I'm not gonna change, of course, but クリームつけてもらいました。運転ちゃんだ。It's hard to say no. What's the cream? Okay, let's taste it. そんな甘くない。It is sweet, but it's not that sweet. Let me try. 美味しい。スポッカのフラペチーノ。でもね、これグランデサイズ間違って頼んだから、全部は終わりません。半分だけ飲もうと思います。Nice, isn't it? I like this one. What is it? Mm. Light mocha frappuccino. Mm. I like that. Really nice, isn't it? That's really nice. Mm. One of the healthier ones. Yeah. Maybe I need to start having that. This hot chocolate is definitely not healthy. I prefer yours. That's really nice. Mm. 現在6時でございます。すっごいお腹空いてるので、サンドイッチをまずは半分にします。で、お家に帰っ、あ、you didn't cut in half.Did not. Mm-mm. You can just, We can just bite at it. You have it first, huh? ちょこちょこっとつまんで、この後にスーパーに行って軽く買い物して、で、家に着く頃が6 o'clock at this moment, isn't it? Mm-hmm. The clock is wrong. お家に着くのが多分6時半から7時ぐらい。8時までにはご飯を終わらせるかな。はい。というプランでございます。うん、おいしい。What is it? Chicken, rosemary, mushroom, focaccia, ね。Cheese.皆さん帰ってきまして、なぜか私は片付けをしてしまいます。片付けしてる時にはお食事の時間が7時か8時に終わらせなければいけないということに気がつき、キッチンにやってきました。これからご飯作ります。ただいま7時半なんです。 What time is it now, darling? Sorry. Oh, 10 to 8. 7:50 now. So, スープを作ろうと思ってたんですけど、ちょっと時間がかかるので、今日は時短レシピ作っていきます。今日は前日に作った七面鳥の炒め物を使っていきます。これね、昨日作ったのでちょっと動画がないんだけど、材料は七面鳥のひき肉、玉ねぎ、長ネギ、そしてきのこ、生姜を入れました。味付けはお味噌と豆板醤を使います。お味噌と豆板醤1杯ずつ入れて、ハニーをスプーンの半分混ぜます。そして水で薄めます。こってりしたソースだとお水はスプーン1杯ぐらいでいいんだけど、私はちょっとソースっぽくしたいので、今回は2杯お水を入れました。そしてニンニクを絞って混ぜていきます。このソースはね、結構使えるので、私は作り置きしています。それを、今回はターキーとお野菜を混ぜました。豆腐を加えていきます。はい、スプーンで潰して少しだけお味噌を入れます。さっきのお肉の上に広げ、そしてその上にチーズをのせます。レンジでチーズが溶けるまで温めていきます。出来上がったらその上にパセリをサラサラっとのせていきます。わー、美味しいです。いただきます。ちょっとね、ダイニングルームの電気が消えちゃったので、ここで食事のレビューをしたいと思います。いただきます。美味しい。豆腐とチーズの組み合わせがめっちゃ美味しくて、これね、下のお肉を前日にまとめ作り置きをしておけば、こういう感じでね、すぐささっと準備ができます。レンジで2分半温めました。フライトの後とかは、私は豆腐に生姜を混ぜます。一緒に次の日休みだったらニンニクを混ぜたりとか、とにかく生姜を、仕事後にはたくさん入れますね。はい、そうすると体がポカポカします。で、この柔らかい豆腐が私はすっごい好きです。これは合格。みんなも作ってみてね。今日のご飯はこれだけ。はい、飲み終えました。今日の2リットルおめでとう、わけちゃん。運動もしたので髪がぐちゃぐちゃ。ただいま12時です。これから寝ます。明日、またブログします。明日の12時からまた食べることができるので、それまでは頑張ってブラックコーヒー、今日買ったスターバックスのブラックコーヒーと、水、緑茶もいいのかな、ゼロカロリーなので、はい、それでちょっと12時まで踏ん張ります。それではまた、またね、バイバイ。おはようございます。ダイエット2日
日目でございます。体重を測ります。今日はですね、12時から食べれる決まりになっていまして、12時から、7時までは OK です。はい、昨日のね、8時以降何も食べていないので、体重がどうなっているのか測ってみましょう。ただいま11時です。お、あ、すごいすごいすごい、 59.60。 あ、0.、何キロ 0.、 あ、昨日の体重忘れちゃったあー、ちょっとだけ減ってますね、ちょっとだけ。はい、じゃあ今日も頑張っていきたいと思います。今は、ブラックコーヒーを飲んでますね。12時まではブラックコーヒーと、あと緑茶も OK で、水も飲んでます。それではまた12時に撮影します。みーちゃん、カメラを、みーちゃん、カメラ落として、また壊すのはごめんだ。